やみんばい。今日はシーンの冬服を1週間コーデ分買ってきたので紹介していきたいと思います。シーンは安すぎて本当に大丈夫なのっていう不安のみんなのために正直にレビューをしながらやっていきます。では早速ルックブックスタート。まず1コーデ目はこんな感じです。まず中のストライプハイネックが2150円で、その上に最近流行りのキルト素材のジャケットがあって、これ2163円、安い。でそしてスカートはこれもまた流行りのマーメイドスカートの1678円です。全部本当に2000円くらいのコーデですね。で全体的にこうモノトーンで大人っぽく合わせてみました。でバッグも合わせて、このバッグがね、なんと408円、安い。まあでもね、これはかなり素材はペラペラだったので遠目から見る分にはいいかなと思います。で私このね、一個失敗したのが、このスカートが S サイズを買ったんですけど、かなりピチピチでウエストとお尻周りこう履くのがちょっと大変だったので、もうワンサイズ大きいのがちょうどいいかなと思います。でちょっとね、これピタッとしすぎたのでアウターでちょっと隠して感じでしたんですけど、この中のタートルが本当に可愛くて、パフスリーブになってるからこれ1枚だけでも全然可愛いし、ほんとこれは全然2000円クオリティじゃないなと思って、これすごい着回しに便利なアイテムかなと思います。こういうモノトーンでまとめると赤見えするのかなと思います。2コーデ目はこんな感じです。全体的にちょっとカジュアルっぽさも入れた感じのコーデにしたんですけど、これは中のスウェットが1971円、おー安い。でこのね、ジャケットがめちゃくちゃ可愛くて、このジャケットは4418円なんだけど、まあ、シーンの中では高い方なのかもしれないけど、普通に考えてジャケット4500円くらいは普通に安いし、しかもこれ生地も分厚くてすごいしっかりしててびっくりしました。でプリーツスカート、これは1405円、これもねちょっとね、今回パンツ系というかスカート失敗しちゃって、これ S サイズ買ったんですけど、これもかなりピチピチだったので、これもワンサイズ上を買えばよかったなと。でも全然可愛いし、丈感結構ハイウエストだったんで、もうワンサイズ大きいの買ってハイウエストで着るとすごいいい感じにスタイルよく見えるスカートかなと思います。でなんといってもこのブーツがすっごいやばい。もうこれはね、買った方がいいよみんな。これも多分最近流行りのこのニットのブーツなんですけど、履き心地も全然すごい良くて痛くもないし、あとニットだから結構伸びるので歩きやすいかなと思います。で、これは3104円で、これもすごい安くて、1個持っておくとすごい合わせやすいかなと思います。3コーデ目はワンピースです。このワンピース可愛くないですか。この大きい襟が可愛いんですけど、袖の部分がフリルついててちょっとガーリーだけど、まあ、黒でモード感というか、そんなに甘すぎないっていうところがすごい可愛いなと思います。でこのフレア感も大きすぎず小さすぎずで、太っては見えないかなと思います。で丈感もかなり長めなので、なんか体型カバーしたいという方はすごいいいかなと思います。でやっぱりちょっとね、段ボールでツメツメできたので、ブラウスとかね、襟の部分が形はつきやすいので、届いたらすぐにハンガーにかけるかアイロンするかすると全然多分元通りになると思うので。でこれが2634円、安くない？本当にワンピース2600円は安い。今日何着ようっていう時にこれ1個着とくだけで全然おしゃれに見えるし、やっぱシーンすごいね。今っぽいデザインがめちゃくちゃあるので、さすがシーンって感じです。はい、4コーデ目はさっきのワンピースに2コーデ目で着てたスウェットをレイヤードしてみました。どうですか、いい感じにレイヤードというか、やっぱこういう襟のついた洋服をスウェットでレイヤードして襟だけ出すっていうのが最近こう流行ってる着方かなと思って、
ワンピースだけだとちょっとガーリー感があるけど、こういうスウェットを合わせることで一気にカジュアルっぽくなってラフな感じになるので、なんか友達と遊ぶ時とかこういうコーデなんかいいかなと思います。でパンプスじゃなくてブーツとか合わせるとより遊びに行くお出かけみたいな感じが私は好きなコーデです。コーデ目は最初に着てたキルティングのアウターにプリーツスカート合わせて、ちょっと韓国アイドルみたいな感じにしてみました。でこのカチューシャもシーンです。でこのカチューシャがね409円、すごいしっかりしてたし、黒の部分がベロア素材なのでこの冬すごい活躍するかなと思います。これつけてるだけで一気に顔周りというか髪の毛そんなに特にアレンジしなくても可愛くしてくれるので、こういうカチューシャ1個持っておくと便利かなと思います。なんか写真撮るときとか全然こういうのはめてると可愛くなるかなと思うので、ぜひ買ってみてください。6コーデ目はちょっとスポーティーな感じで、スウェットにコーデュロイのパンツを合わせました。このコーデュロイパンツが2083円、パンツにしてはやっぱ安いね。このコーデュロイはやっぱ冬っぽい感じですごい可愛いかなと思って、で私このねストライプのタートルにスウェットでパンツっていうスタイルが本当に好きで、何しろあったかいし動きやすいしっていうので、なんか冬はよくこのコーデしてますね。なんか統一感もあって、でこうタートルでスポーティー感も出してっていうのが好きですね。そして最後7コーデ目はさっきのコーデのスウェットを脱いで上からジャケットを着ました。また全然印象が違うんだけど、このジャケットが若干ちょっと肩幅大きめだからかな、なんかいい感じにしっかりしてる感じがあってすごい高見えする気がする。で、と最後にもう一つあったバッグ、このバッグは707円、最初に登場してたバッグはすっごいペラペラだったんですけど、このバッグはねすごいしっかりしてた、しっかりしてたし素材もなんかふわふわしてて全然707円クオリティじゃなかったです。でなんとヘアアクセも実はもう一個あって、ベロアのリボンのヘアゴムなんですけど、これは153円、安い。これなんかアクセサリーとかも本当に豊富だったので、アクセサリーもいいなと思います。で、あと今気づいたんですけど、タートルが腕の部分が穴が開いててこうやって通せるんですよ。これ最近流行りなんですよね、こういう指の部分が開いててみたいな、グローブみたいになってるのが本当に流行りも取り入れてさすがだなと思いました。全体的にちょっと大人っぽい感じで、だけどパンツの素材とかタートルとかでカジュアルっぽさも出して、そんなに決めすぎてない感じのコーデです。でこの靴もすごく可愛くて、このパンプスが1816円、安い。これは履き心地もすごい良くてふわふわしてるので全然痛くもないし、スリッパ感覚で履ける感じなのですごい楽ちんでした。いかがでしたでしょうか。今日はシーンの冬服で1週間コーデを組んでみました。シーンクオリティ高すぎます。あと流行りもたくさんあったし、素材もしっかりしてたし、これからも使いたいなと思います。ぜひ気になったものあったら買ってみてください。ルックブックやってみてほしいものあったらリクエストもたくさん待ってるのでコメントしてください。それではバイバイ。ひとえに恋して、ひとえに愛して、かわいい口は